第2回はるかちゃんコーディネート王決定戦。おー、はるかちゃんコーディネート王決定戦とは、じゃじゃん、ズバリはるかに似合いそうな服を私たちが用意してプレゼンするコーナーよ。はるかちゃんに一番着たいって思ってもらえた人はそのコーディネートを実際に着てもらえるの。ええ、着てもらえるのは選ばれた人だけだから頑張ってプレゼンしなきゃね。ちなみに初代王者はみのりよ。ペンギンコーデで攻めたところが強かったわね。王座は絶対に守りきります。頑張りましょうね、みのりちゃん。いや、あんたはみのりに挑戦する立場でしょうが。あ、そうね。それにしても、誰かのために服を選ぶのって楽しいわよね。どんな服が似合うかしらってお店を回って、その人のイメージぴったりな服を見つけた時なんてすごく嬉しいし。それに、選んだ服でその人がもっと魅力的になったらとっても幸せな気持ちになれるもの。誰かに服を選ぶ楽しさか。確かにその人だったらどんなコーデが似合うのか、どんな服を喜んでくれるのか考えるのは楽しそうだね。コーディネートされるのも楽しいけど、私もみんなに服を選んでみたくなっちゃった。それすごくいいじゃない。今回王者になった人がコーディネートされる側になるってことだよね。私もいいと思うな。私もみんなにコーディネートしてもらいたいわ。いいアイデアをくれてありがとう。ファッションショーもいつかできるように頑張るね。それじゃあ全力ではるかのコーディネートをやっていくわよ。今回のテーマは、というわけで第2回はるかコーディネート王決定戦の優勝者は、なんとみのり。やったー。爽やかなブルーのワンピースと白いニットカーデのコーディネート、すごく可愛かったよ。みのりちゃんすごいわね。っていうかちょっと強すぎない？はるかちゃんの魅力を深く分かっているからぴったり合う服を探せるんでしょうね。はるかちゃんにこれ着てほしいって思ったものを持ってきてるだけなんだけど。まあ、もともとはるかオタクだものね。はるかのことに関してはみのりに勝てる気がしないわ。はい、はるかちゃんのことは任せてください。ありがとう。次はみのりに似合うコーディネートを考えてくるね。今日の配信も楽しかったわね。うん、みんなもすごく喜んでくれてたし。なんとなくだけど、この前のイベントのおかげでファンのみんなの熱量が上がってる感じがするよね。そうね、今日みたいに企画のアイデアをくれたり、やってほしいことを書いてくれたりしてすっごく助かるわ。この前のリアルイベントもファンのみんなのおかげで実現できたものね。うん、アイドルはみんなファンに支えられて成長していくものだけど、今の私たちは特にファンの力があるからこそ前に進めてる気がする。そうね、もちろんファンにおんぶに抱っこみたいなことにはならないようにしたいけど、ファンと一緒にモアモアジャンプを成長させていくことが今の私たちにとって一番いい道のような気がするわね。みんなに成長させてもらえている分、
ちゃんとみんなに希望を届けていきたいわね。そうだね。もっともっともっと頑張らなきゃ。じゃあ今は次のイベントの土台作りをしながら、どんな配信をするか考えようか。そうね。ファンのみんなと交流しながら盛り上げるなら。あ、じゃあ久しぶりにリクエスト企画はどうかな。私たちにやってほしいこととか、みんなが配信で見たいものを募集するの。みんなが出してくれたリクエストとか意見で、もっともっと面白い活動ができるかもしれないし。いいわね。今の私たちにない発想ももらえるかもしれないわ。確かに、さっきもらったコメントでもコーディネート企画の幅が広がった気がするよね。ファッションショーをしてほしいってコメントがあったけど、配信を重ねていろんなコーディネートができたら、実際に会場を借りてイベントを打っちゃうのもありだし。わー、本当にできちゃうかもしれないの？不可能じゃないと思うよ。ファンのみんなと協力すれば可能性は広がるって教えてくれたのはみのりでしょ。はるかちゃん私も賛成よ。いいアイディアをもらえるといいわね。ええ、張り切って準備しましょう。やったー。あ、私告知用の台本作ってみたいな。いつもはるかちゃんにやってもらってるし。いいよ、じゃあ一緒にやってみようか。うん。じゃあ私はリクエスト企画以外の台本を作っておこうかしら。シリーズ化してる企画なら手をつけられそうだし。しずくも手伝ってくれる？わかったわ。みんなやる気いっぱいね。私もファンのみんなに喜んでもらうためにも、みんなの力になれるようにもっと頑張りたいわ。というわけで、みんなこんなコーナーをやってほしいっていうリクエストとかあるかしら。みんなが私たちにしてほしいことをどんどん書いてほしいな。いいわね。愛理ちゃんはお料理がとっても上手だから、私も教わりたいわ。ルームツアー。こらこら、あんたたちもやるのよ。そうでした。他のみんなはどうかな。みんなありがとう。近いうちにライブもイベントもやりたいと思ってるわ。うん、ライブに向けていろいろ準備していかなきゃね。衣装？わあ、私たちの衣装。確かに、これからもっと活動していくならちゃんとしたライブ用の衣装があった方がいいわね。うん、みんなのおかげでイベントやライブもできるようになったしね。じゃあ次はみんなでライブ衣装を作っていこうか。賛成。コメントを見ると要塞をしてくれそうな人は何人かいそうだけど、デザインはどうしましょう。そうね、せっかくだしファンのみんなにお願いするのもいいけど。いいね、衣装デザインコンテスト。私たちがそれぞれ衣装のデザインを考えてファンのみんなに投票してもらう感じかしら。わー、面白そう。まあ、みんなありがとう。その時はよろしくね。じゃあ決まりね。
最高のデザインを考えてくるから楽しみにしててちょうだい。みんなも頑張って作ろうね。衣装にしてくれるんだよ。あら、すごいよね。大事なライブ衣装をファンのみんなに作ってもらえるなんてすごく素敵なことだね。だけどデザインするのって大変そうだな。みんながどんな衣装にするかもう決めてるの？私はまだかな。これからゆっくり練っていこうと思う。私も。でも、みのりは何個か思いついてそうね。アイドルになったら着てみたい衣装、いくつかデザインしてあるんだ。モーモージャンプに合うかわかんないけど、参考にできるかなって。まあ、みのりちゃんらしいわね。私はどんなデザインにしようかしら。ふふ、今から完成が楽しみね。私も私も衣装ができたらみんなでライブしようよ。これからデザインするところなのに気が早いな。だってだって楽しみなんだもん。りんちゃんの気持ちはわかるな。僕もどんな衣装になるのか気になるし。みんなよかったら見せてくれないかい？ええ、もちろんよ。そうね、少し時間はかかると思うけど、私もみんなに見てもらいたいわ。そのためにも頑張って考えなきゃね。うん、じゃあ帰ってからそれぞれ作ってみようか。みんな、頑張ろうね。おお。私たちの衣装はどんなデザインがいいのかしら。チアフルデイズの頃は曲ごとに衣装が作られていたから固定のデザインはなかったのよね。でもキラキラした衣装を着てステージに立てることが嬉しくて。そうだわ、他のアイドルグループはどんなデザインの衣装を着ているのかしら。アイドルグループの写真を検索。前に愛理ちゃんたちに教えてもらった時は確かここに文字を入れて。あら、元のページに戻れなくなっちゃったわ。どうすればいいのかしら。困ったわね。お姉ちゃん、そろそろご飯。って何してるの？しーちゃん、あのね、アイドルグループの画像を検索してるんだけど、たくさん出てきちゃって困ってるの。どうすればいいのか教えてくれないかしら。はあ、仕方ないな。ちょっとスマホ貸して。ありがとう、しーちゃん。でも、なんでアイドルの画像を探してるの？次の企画に使うとか？ええ、そうなの。実はね。へえ、衣装デザインを考えてるんだ。ええ、ファンのみんなに作ってもらえる衣装だからモアモアジャンプらしいものにしたいんだけど、今まで衣装のデザインなんてしたことがないから、他のアイドルグループの衣装を参考にしようと思ったのよ。で、ページがうまく開けなかったってわけ？そうなの。でも素敵なデザインになるように頑張って仕上げるわ。これからモアモアジャンプの大事な衣装になるかもしれないデザインだもの。みんなのためにも頑張らなきゃね。みんなのためにか。しーちゃん？あ、ううん、そういうのすごくいいと思う。実は、まあ知ってるだろうけど、私たち
最近オリジナル曲を作ってるんだ。あ、ライブの時に歌っていた曲ね。すごく良かったわ。ありがとう。その曲、サキたちが作ってくれたんだけど、私たちのためにって思いを込めてくれたんだ。しーちゃんたちのために。うん、すごく嬉しかったし、心強く感じた。だからかな、曲としてもすごく良くて、レオニードとして演奏するのはこれしかないって思えた。そういうことがあったから思うんだけど、みんなのためにって思いで作るお姉ちゃんのデザインはきっと特別なものになるんじゃないかな。しーちゃん。まあ、まずはデザインを考えるところからだろうけど。そうね。でも頑張れるような気がしてきたわ。しーちゃんのおかげよ。ありがとう。別に大したこと言ってないでしょ。それにゼロから何かを作るのってすごく大変だって私も知ってるから。だからそのアイドルのことはよくわからないし、私にできることはあんまりないと思うけど、調べ物をするくらいは手伝えるから、また何か困ったら言って。ありがとうしーちゃん。ちょっと急に抱きつかないでってば。だって嬉しくって。もう。それで何か他に手伝ってほしいこととかないの？あ、そうね、いろんなアイドルの衣装を参考にしたいのと、できれば踊っている時の様子も見てみたいわ。わかった。じゃあ動画を探してみようか。お姉ちゃん、調べたいアイドルのグループ名教えて。ね、ねえねえ、みんな衣装のデザインできた？いくつか考えてみたけど、まだしっくりくるものはできてないかな。私もよ。キューティー時代の衣装とか他のアイドルの衣装を見て何枚かは描けたんだけどね。アイリちゃんの見たいな。別にいいけど、まだラフだし参考にはならないと思うわよ。ほら、このスケッチブックに書いてるんだけど。わー、すっごくかわいい。本当ね。それにフリルの形がハートに見えるわ。そう、テーマはハートなの。でもそれだけじゃないのよ。他にも何か仕掛けがあるの？ええ、アイドルって言ったらやっぱダンスでしょ。だからダンスした時に見栄えがいいデザインを考えてみたの。ジャンプした時にスカートのハートが目立つようにしてみたり、こっちはターンした時に花びらみたいに広がるようにしてたりね。すごい、可愛いだけじゃなくてそんな仕掛けもあったんだ。さすがアイリちゃんだわ。まあ、まだまだ足りないところはあるけどね。これから集めていくつもりよ。みんなのはどんなデザインなの？はい、私のはこれです。どれどれ。花をモチーフにしてるのね。かわいいじゃない。もし自分がアイドルになったら着てみたいなって思ってたデザインなんだけど。あ、前に言っていたわね。そっか、みのりの夢が詰まってるんだね。他にもはるかちゃんに着てもらいたいデザインとか、アイリちゃんやしずくちゃんのもあるよ。あら、本当だわ。私たちの分もデザインしてくれたのね。でも一人一人コンセプトが違うと、並んでステージに立った時にごちゃっと見えない？あ、確かに。モアモアジャンプとしてのデザインを考えなくちゃダメだよね。そのあたりも難しいよね。私もこういう感じかなって書いてるんだけど、まだ納得できるものはできてないんだ。はるかちゃんのも参考に見てみたいな。あ、うん、これだよ。
まだ書き直す予定だから参考になるかどうかはわからないけどね。おお、可愛くて爽やかなデザインだね。それに装飾があんまりなくて動きやすそうな感じがするわね。激しいダンスでもしっかり踊れそうだわ。ありがとう。実は愛理の言った通り、どんなダンスも踊れるように考えてデザインしたんだ。バラードでもアップテンポな曲でも歌って踊れるようなデザインにしたいなって。まあ、すごく考えられているのね。ええ、はるからしい着眼点ね。ただその分ちょっと個性は薄く見えるかもね。そうなんだよね。もう少し私たちらしい色をつける必要はあるかな。モアモアジャンプだからこそのデザインっていうか。私たちだからこそ、難しいな。でもデザインを始めて少ししか経ってないのに、ここまでしっかり考えられてるのはすごいわ。愛理ちゃんは工夫が凝らされているデザインだし、みのりちゃんはとっても可愛いし、はるかちゃんのはダンスもうまく踊れそうで、3人ともすごく素敵なデザインだと思うわ。ありがとう、しずくちゃん。しずくはどんなデザインを考えてるの？私は、ごめんなさい、まだ全然できていないの。どんなデザインにすればいいのか迷っちゃって、他のアイドルの衣装を見て勉強してみたんだけど、どんな衣装が私たちに合うのかって考え始めたらまとまらなくて。そっか。でも大丈夫だよ、まだ時間もあるし。うんうん、発表までじっくり考えていこう。そうよ、私たちだってまだ考えてる最中だもの。きっとそのうちいい案が浮かぶわ。そうだね。デザインを見せてもらって分かったけど、私たち全員違うコンセプトで作ってるんだし、こうじゃなきゃいけないってものはないから、型にとらわれないで自由に考えてみていいと思うよ。そうすればきっとしずくの作りたいデザインが浮かんでくるんじゃないかな。私の作りたいデザイン、そうね、ありがとう。みんな、もう一度ゆっくり考えてみるわ。ええ、頑張りましょう。私もゼロから考え直さなきゃな。ファイトだよ、みのり。一緒に頑張りましょう、みのりちゃん。うん、ファンのみんなに作ってもらうんだし、最高のデザインを考えなくちゃ。ダメだわ、これも違う気がする。帰ってから何枚か書いたけど、どれもしっくりこないわ。こうじゃなきゃいけないってものはないから、型にとらわれないで自由に考えてみていいと思うよ。そうすればきっとしずくの作りたいデザインが浮かんでくるんじゃないかな。私の作りたいものってどういう衣装なのかしら。みんなは自分たちの作りたいものをちゃんと持っていたわ。私が作りたいもの、表現したいものは、私にはみんなみたいに表現したいものがないのかも。チアフルデイズの時もセンターでいることが精一杯で、求められているイメージを守ることに必死だったし、今はありのままの私をようやくファンのみんなに見てもらえるようになったけれど、はるかちゃんみたいなアイドルの中のアイドルじゃないし、愛理ちゃんみたいな明るくて可愛いアイドルでもない、みのりちゃんみたいなまっすぐさも、ダメだわ、どうしても思い浮かばない。愛理ちゃんに話を聞いてもらいたいけど、この時間だとさすがに迷惑よね。あ、ミクちゃんたちなら
まだ起きているかしら。ねえねえカイドくん、次のライブの準備、私たちも手伝いたいな。え、いいけど、どうしたかい？みのみちゃんたちが自分たちでイベントとか衣装のデザインを作ってるのを見て思ったんだ。私たちもライブをただするだけじゃなくて自分で作ってみたいなって、手取りを考えたり準備のお手伝いをすることはあったけど、最初から作ったことってほとんどないから教えてほしいの。どうかな。なるほどね。じゃあ次のライブは一緒に作ってみようか。やったー。やろっかな。ライブもやりたいけど、みのみちゃんたちみたいに握手会もやりたいよね。うん、そうだ、いつもは着られないような衣装とか着てみようかな。わあ、いいね。面白いライブになりそうだね。でも、その前に、大事な話し合いの最中なのに。ううん、気にしないで。どうしたの、しずくちゃん。ええ、実は。そっか、衣装のアイディアが浮かばないんだ。みんなは自分の表現したいものがしっかりあるのに、私には何もないように感じるんです。ファンのために、モアモアジャンプのみんなのためにいいデザインを作りたいのに。ねえ、しずくちゃん、しずくちゃんが作りたいいいデザインってどんなのかな。え、それは。モアモアジャンプのみんながステージの上で輝くことができて、私たちを応援して力を貸してくれるファンのみんなにそれ以上の希望を届けられるようなものが一番だと思うわ。なるほど、いいデザインになりそうだね。ありがとうございます。だけど、そう思ってデザインをしてもしっくりくるものができなくて。そっか、デザインって難しいもんね。何か参考になるものがあればいいけど。あ、そうだ、ねえしずくちゃん、ついてきて。え、どこに。ふふ、見せたい場所があるんだ。あ、もしかしてあそこに行くの。私も一緒に行きたいな。うん、じゃあ一緒に行こう。カイトくん、話し合いは後でいいかな。もちろん、行ってらっしゃい。ありがとう。とルカちゃん、メイちゃん、あとカイドくんとレン君の分もあるよ。次のライブもここにある衣装から何を着るか選ぼうと思ってるの。ふふ、いろんなアイドルの衣装があるけど、着替えるとなんだか変身した気分になれるんだよね。変身？そうだよ、いつもと違う私みたいな。キラキラしてて、何でもできる気分になれるの。いつもと違う、私。それにね、しずくちゃん、ここにある衣装は
全部、重いからできてるんだよ。重いから？うん、そうだよ。みんなを笑顔にしたい。希望を届けたい。キラキラ輝ける自分になりたい。そんな、みんなの思いが衣装になってるんだ。だからね、しずくちゃんがどんな思いを衣装に込めたいのか、それが見つかれば、きっといいデザインができると思うよ。どんな思いを衣装に込めたいのか。私は、私が衣装に込めたい思い。つづ、いろんなアイドルの衣装があるけど、着替えるとなんだか変身した気分になれるんだよね。変身？そうだよ。いつもと違う私みたいな、キラキラしてて何でもできる気分になれるの。キラキラして何でもできる気分。なんだかわかる気がするわ。そういえば、私も昔、時間がない。早く完璧に踊れるようにならなくちゃ。みんなの足を引っ張らないように。お姉ちゃん、こんな時間まで何して。あ、ワン、ツー、スリー、フォー。最後のターンでよろけないようにちゃんと止まって。しないで踊り切れたわ。よかった。そうだ、今の感覚を忘れないようにもう一度練習しておかなきゃ。ワン、ツー、スリー、フォー。今日は衣装合わせの日ね。これが終わったら、もう本番はすぐ。あ、はい。少し緊張しちゃって。ありがとうございます。素敵な衣装を着てステージで踊れるなんて。
そうね。今の私はチアフルデイズの日の森しずく。ただの日の森しずくじゃない。アイドルとしてファンのみんなに希望を届けなきゃ。ここから先は本番。ファンのみんなが見てるし、ミスは許されない。練習はたくさんしたし、歌も振りも覚えてる。愛梨ちゃんも見に来てくれるって言ってたし、ちゃんと成功させないと。大丈夫。私はアイドルなんだから。はい。皆さん、はじめまして。日の森しずくです。今日は精一杯歌って踊ります。私たちの歌、聞いてください。すごい。体が軽い。あれだけ苦手だったパートも嘘みたいに踊れる。まるで魔法にかけられているみたい。すごい声援。今まで聞いたことがないくらい。こんなにもたくさんの人が私を見てくれているのね。アイドルの私を。みんなの応援に応えたい。みんなに希望を届けられるような私になりたい。私にそんなことができるのかわからないけど、この衣装を着ていたらきっとできるわ。私はアイドルの日の森しずくだもの。だから最後まで笑顔で頑張らなきゃ。まだまだ私たちのライブを楽しんでいってね。おはようございます。今日もよろしくお願いします。はい、今日もよろしくね。私の魔法使いさん。ごめんなさい、変ですよね。なんだかこの衣装を着ればいつもとは違う自分になれるような気がして、なんでもない私をキラキラするようなアイドルへ変身させてくれる衣装だから魔法使いさんなんです。違う衣装。そうなんですね。この衣装じゃなくなっちゃうのは残念だけど、また違う私になれるのは楽しみね。お疲れ様でした。ありがとうございます。ファンのみんなに喜んでもらえていたら嬉しいです。よかった。本番で全然緊張しないのもきっとあの衣装のおかげね。はい、またご指導よろしく。え、はい、何でしょう。わ、私に。でも、その、嬉しいんですけど、私なんかよりも先輩たちの方がいいんじゃ。はい、ありがとうございます。ステージの上の私を見て、
仕事が嬉しいわ。あなたのおかげかしら。ありがとう、魔法使いさん。日の森しずくです。今日はよろしくお願いします。はい。まさかモデルのお仕事をやることになるなんて思わなかったわ。私にできるのかちょっと心配だけど、でもチアフルデイズのためにも頑張らなきゃ。素敵ですね。シンプルで大人っぽいけど、さりげなくフリルがついてるところが可愛い。シンデレラ？とても素敵なテーマですね。実は私もアイドルの衣装を着ると魔法にかけられたような気がするんです。はい、私アイドルとして自信が持てていなかったんです。でもステージ衣装を着たらなんだかいつもと違う私になれた気がして。恋の魔法そうかもしれませんね。私今日の撮影頑張ります。このワンピースに込められた思いをちゃんと伝えられるように、たくさんの女の子に私と同じような素敵な魔法を届けられるように。アイドルにしてくれる思いの魔法か。そんなこともあったわね。あれからいろいろあって衣装のことを考える余裕もなくなってしまったけど、あの頃の私はアイドルの衣装にとても助けられていたのよね。もし私がモアモアジャンプのみんなに魔法をかけられるのなら。デザインはできた？うん、バッチリだよ。私もできたわ。ちょっと苦戦したけどね。愛梨ちゃんのデザインすごく良かったから、どんな感じに仕上がっているのか楽しみね。みのりちゃんとはるかちゃんのデザインも早く見たいわ。その様子だとしずくもうまくまとまったみたいだね。ええ、私ならこういうデザインにしたいなっていうものがようやく見つかったの。衣装のデザインをしたことはないからセンスはちょっと自信がないんだけど大丈夫よ。こうしたいって強い思いがあればすっごくいいデザインになるんだから。アイリちゃん、ま、私もデザインなんてしたことないし、そうなんじゃないかって思ってるだけだけどね。そうだね、しずくがデザインした衣装も楽しみにしてるよ。私もしずくちゃんモデルさんもやってたから絶対センスもあるはずだし。みんなありがとう。じゃあそろそろ時間だし始めようか。ええ、今日も私たちの配信でみんなに笑顔を届けるわよ。お待たせ、モアモアジャンプの生配信の時間よ。今日も見てくれてありがとう。ねえみんな、この前の配信で
ライブ衣装のデザインコンテストをするって言ったのを覚えてる？とってもいいものができたと思うわ。でもすっごく大変だったな。私アイドルになったらこういうのを着たいって妄想してたからすぐできると思ったのに、全然うまく形にできなかったもん。みのりは本当に何枚も描いてたよね。すごい想像力だわ。私なんて昨日ようやく完成したくらいなのに。雫も結構苦労してたわね。でもその分どんなものを描いてきたのか楽しみだわ。うん、私たちまだお互いに完成したものを見てないんだよね。だからみんなと同じくらいワクワクしてるんだ。みんな楽しみにしてくれてるみたいね。じゃあ早速コンテスト始めようか。うん、みんな行くよ。せーの、ももじゃん衣装デザインコンテスト、イエーイ。じゃあルールをおさらいするよ。今から私たち4人が考えてきたモアモアジャンプの衣装デザインを発表していくから、どのデザインがいいかみんなで投票してね。じゃあまずみのりからね。はい、よろしくお願いします。じゃあみのり、発表よろしくね。はい、私のデザインはズバリこれです。じゃじゃーん。王道のアイドル衣装って感じね。かわいいわね。この背中にあるのって羽？うん、そうだよ。いつでもどこでもファンのみんなのところに希望を届けに行くよって思いを込めたんだ。みのり、すっごくいいじゃない。みのりらしいって感じで。ファンのみんなのことを思っているのがわかる素敵なデザインね。あとは天使のはるかちゃんを見たいっていう気持ちもこっそり込めてあったり。ただの市場ね。気に入ってくれたみたいね。じゃあこの調子で次はハルカよろしくね。うん、わかった。私のデザインした衣装はこれだよ。あ、すごい。可愛いけどスタイリッシュでかっこいい。ええ、色も爽やかでハルカっぽいわ。ちょっとセーラー服みたいな要素も入ってるのね。うん、基本的にはどんなダンスでも踊れるように機動性が高い作りにしたかったんだ。セーラー服のモチーフは学生の私たちだからこそ届けられるフレッシュさを表現したいと思って。あと私たちが出会ったのは学校だから、その時の気持ちを思い出せるように。そう感じてくれると嬉しいな。ルカちゃんのデザインも素敵ね。ええ、でも私も負けてないわよ。ほら、見てちょうだい。そう、私のテーマはハート。歌とダンスで私たちの思いをみんなに届けたいから、ターンやジャンプをした時にスカートの裾がハート型になるようにデザインしたのよ。前に見た時よりすっごく完成度が上がってるわね。ありがとう。まあイメージで作ってるから、動いたら本当にハートになるのかは分かんないけど。でもコンセプトはすごくいいと思うよ。私もこの衣装着てみたいな。うん、はるかちゃんすっごく似合うと思う。あんたね。じゃあ
最後は雫かしら。あ、そうね。私のデザインはこれよ。どれどれ。うん、あ、一つだけじゃないんだ。もしかして私たちの分あるのかな。全体的なデザインは統一されてるけど、少しずつ違ったデザインになってるんだね。しずく、これはどういうテーマなの？ええ、私の衣装のテーマは魔法よ。魔法？私ね、昔デビューしたばかりの時、自分に全然自信がなかったの。ダンスも歌もみんなより覚えるのが遅かったから、何度も何度も練習したんだけど、本番でミスしないで踊れるのかすごく不安で。だけどね、アイドルの衣装を着るとなんだか自分じゃない気がして。何でもない日の森しずくじゃない、アイドルの日の森しずくとしてみんなに希望を届けられるような気がしたのよ。きっと私はあの衣装にキラキラ輝けるような魔法をかけてもらっていたんだと思うの。だから私もモアモアジャンプのみんなに魔法をかけられるような衣装をデザインしようと思って。なるほどね、そんな思いが込められてたんだ。魔法をかけるってなんだかすごいね。聞いてるだけでワクワクしてきちゃった。だけど一体どういう魔法なの？少しデザインが違う部分に何か仕掛けがあるのかしら。ええ、まずみのりちゃんの衣装はこれからどこまでも高くジャンプできるように羽みたいなふわふわなスカートにしてあるわ。はるかちゃんの衣装はいつでもアイドルらしく輝けるようにキラキラした美獣の装飾をしているの。愛梨ちゃんは笑顔がとっても似合うから、ずっと笑顔が咲き続けますようにって思いを込めてお花柄のレースとリボンをつけてあるのよ。それからファンのみんなにも魔法をかけたいの。歌って踊る私たちを見て少しでも笑顔になれるように、ファンのみんなに希望を届けられるように、すべての衣装にクローバーをつけたのよ。デザインとしてはまだ甘いと思うし、ちゃんと魔法をかけられるかわからないけど。よかった、みんなありがとう。私もこの衣装すごくいいと思う。でも私たちの衣装はあるけど、雫のは？あ、実は私の衣装はまだできていないの。自分にどんな魔法をかけたらいいのかわからなくて。そうだったのね。ねえねえ、だったら私たちで考えてみない？え？雫の衣装のコンセプトに合わせて考えると、ステージでどんな輝き方をしてほしいかだよね。みんな。しずくのこと。よく見てくれてるわね。そうだね、みんなのアイディアすごくいいと思う。うん、努力の結晶って言ったらやっぱり汗と涙とか。あ、じゃあ雫のモチーフを入れればいいじゃない。それをスカートとか腕の部分に散りばめてあげてっと。ほら、こうすればターンをした時とかライトが当たった時に雫のモチーフがキラキラ輝いて見えるわ。わあ、すっごくかわいい。雫、どうかな？勝手に作っちゃったけど。
ありがとう。このデザインだけで私も魔法をかけてもらった気がするわ。コンテストってことで始めたけど、なんだかこの衣装を着たくなっちゃったわね。そうだね。私たちに一番ぴったりな気がするし、雫の衣装もみんなで考えたから思い入れができちゃったな。私も雫ちゃんの考えた衣装を着てみたい。やっぱりそうよね。雫とみんなが良ければこの衣装にしたいんだけど、どうかしら。みんな、ありがとう。とっても嬉しいわ。しずくちゃん、おめでとう。この衣装でステージに立てるんだね。すっごく嬉しいな。そういうことになるわね。私も今から楽しみだわ。ええ、でもみんなに一つお願いしてもいいかしら。これで完成にするんじゃなくて、みんなの意見を取り入れてもっともっと素敵なデザインにしてみたいの。え？みのりちゃんたちの作ったデザインや、さっき私の衣装を考えてくれるみんなを見て思ったのよ。みのりちゃんたちもコメントをくれるみんなも、きっと私じゃ思いつかなかったアイディアや素敵な表現方法を持ってるって。だからみんなのアイディアと一緒にもう一度デザインを練ってみたら、今よりももっと素敵なものになるんじゃないかって思ったんだけど。しずか、ええ、私はいいと思うわ。みんなも賛成してくれてるみたいだね。ありがとう。じゃあ見てくれてる人の中でもし手伝ってくれる人がいたら、後で応募フォームから連絡してほしいな。しずくと一緒に私たちに魔法をかけてくれると嬉しいわ。少し照れるけど、みんなよろしくね。初めてチアフルデイズの衣装を着た時みたいに、みんなに魔法をかけられたらいいなと思ってたけど、私もみんなに魔法をかけてもらっちゃったみたい。モアモアジャンプのみんなから、それにファンのみんなからもらったたくさんの希望と魔法をこれから返していけるように、みんなと一緒に歩き続けていきたいわ。